逆転裁判3男女2人で実況プレイ。ちょっと待ってくれ。はい。あんたたち一体何の話をしてるんだ。おどうした。何の話と言われましても、血文字ですよ。灯籠に書かれているバカな、うん、この灯籠に何か書いてあるっていうのか。何か書いてあるってのか。まさか。音消えた。なあ、びっくりした。見えないのか、この血文字が。来たよ。そういえば昨日、俺の目はとっくにいかれちまってるのさ。そうなんですよね。こんなでかいメガネをぶら下げていても完全には見えねえ、うん、完全には見えない。こういうことだったのか。かん。とにかくこれは重要な手がかりです、はい、事件当時現場は暗かった。そして被害者はこのような文字を書き残していた。いかがですか、ご同感。プッシュご同感じ。プシュ。あ、ああ。それじゃあ先に進むとするぜ。オッケー。あの五道賢治が動揺している。どうやらとりあえず犯行は立証されたようです。綾里迷いによる天竜祭エリス殺害が立証されてんのか。言ってないよ。なあ、そんなバカな。いいえ。よいしょ。すいません、すいません。そこで次に登場するのはあんたってわけだ。ほう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 。あ、先生、こっからね。うん。はい。被害者が倒れた後、あんたはあることをしたらしいな。うんうんうん。あること？その話をしてみな、聞いてやるぜ。オッケー。あることって何ですか？これですわ。私、後始末ね。後始末です。さあ、行きますよ。行きましょう。ポン。エリス様が亡くなって私迷い様に声をかけました。声をかけた。マジで。クライン流の家元を継ぐお方をお守りしなければそう思ったのです。見られたら刺されるかもしれない、ね、なあ。だから私が一人で死体を奥の院から運び出すことに。おぼろ橋の上を死体を引きずって渡りました。ほう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 。そしてスノーモービルで死体をハザクラインに運び込んで、はい、ほうほうほう。まああれですよね、ビギンさんが見たやつ。死体の傷を隠すため七支刀で細工したんです。なるほど、はい、あなたが死体を運んだ。え、私ハザクラインで育てられましたので、綾里家の皆様に恩返しをしたかったのです。それなのにまさかあのエリス様が綾里舞子様だったなんて、私なんということを。うまう、運命のいたずらですな。いたずらで済む話じゃないけど。そうだよね。なあ、私、死体を始末してから奥の院に戻るつもりでした。でも。あの住職に目撃されたってわけかい。ええ、それで戻れなくなってしまったのです。どうやら数字は通っているようですな。かん。それでは弁護人、尋問を。わかりました。よし。ではまた。はい。一回セーブしていきましょうか。はい。ドン。ドン。よし。じゃあ揺さぶっていこうか、とりあえずここもね。そう、声をかけた。すべてが終わるまで待っていたわけですか。そういうわけでは。意義あり。はい。目の前に命のやり取りがあったんだ。うん。声を出せなくて無理はねえだろうぜ。それはそうかもしれませんな。私も皆様の勢いに飲まれてしまって、無駄なやり取りでも黙って見ている。ちょっとかわいそうではあるね。そう。見てることがありますからな。な、止めてくれよ。私に気づいた迷い様はその時初めて、はい、ご自分のなさったことに気がついたようでした。ほうほうほう。クライン流の家元を継ぐお方をお守りしなければそう思ったのです、サブル。じゃああなたは知っていたのですか。綾里迷いという名前が持っている意味を。ええ、もちろんですわ。ちょっとおかしいな。ビキニさんはマユイちゃんのことを知らなかったのに、うん、ほうほう。とにかくあの方は私どもにとって特別な方でした。うんうんうん。なるほどこれ。だから私が一人で死体を奥の院から運び出すことに揺さぶる。なぜそんなことを。マユイ様に疑いがかかってはいけない、そう思いましたの。それならば死体を現場から遠ざければよいと。あなたがたった一人で死体を運んだ、うん、はい、そうです。雪がなかったら無理だったかもしれませんけど。雪か。
おばる橋の上を死体を引きずって渡りました、ゆさぶる。よく渡れましたね、あのおんぼろ橋を。見た目はダメですけど、意外と丈夫なのですよ、あの橋は。バカは風邪をひかない、それだけのことらせる。なんのこっちゃ。それともう一つ、無視。気になることがあります。なぜ死体を五道側に捨てなかったのですか。確かに、チーン。アザクラインに運ぶより楽に死体を始末できたはずです。それだけでは迷い様に疑いが、お疑いがかかると思ったのです。死体はなるべく遠いところに始末した方が良い。くっ、憎いほど筋が通っているぜ。今のところはな。それで橋を渡った後はどうしたんだ。そしてスノーモービルで死体をハザクラインに運び込んでいさぶる。スノーモービル、ついに出てきたか。え、キーは私が持っていましたから、ハザクラインから釣り橋までそれを使って来ていたのです。この辺は前回の審議でも問題になったらしい。もっと詳しく聞いてみるか。そうね。シュプール、シュプール、あれだ、あれだよね、後のこと。そう、後のことです。え、シュプールのこと聞くの、スノーモービルのこと聞く。どっち。とりあえずシュプール。はい、とりあえず私はシュプールですね。死体をスノーモービルで運んだのなら、はい、雪の上にはその跡が残るはずですね。それはそうでしょうな。前回の法廷で提出されたこの写真、一本なんですよね、これがその時の跡なのでしょうか。そうだと思います。でもシュプールは1本しか残ってませんね。それはおかしくないと思います。ハザクラインを出た時は雪が降っていたはずですから。なるほど、雪が降っていた。そして事件が起こった時は雪はもう止んでいたんです。だからこんなにくっきり跡が残っているのですわ。ふむん、いかがですか弁護人、今の証言は。とりあえずね、重要であると言っておきましょう。だね、ちょっと変えてもらおうか。とりあえず重要である。事件が起こっただけ雪が止んでいた。ほう。はい。これはもしかすると、裁判長、ただいまの発言を証言に加えてください。しかし、事件との関連はあるのですか？それを立証するためにも、証言に加えることを要請します。くっ、面白い。あんた雪のことはっきりさせようぜ。オッケー。はい。この時間関係系かな。また事件が起こった時はもうすっかり病んでいました。病んでたね。とりあえず揺さぶりましょうか。じゃあここね、また病んでた。これまでの証言には多くの矛盾がありました。今度こそ間違いありませんね。ええ、事件が起こった時雪は病んでいた。だからはっきりとスノーモービルの跡が残った。そうです、間違いありません。ついに、やったよ。お、やったで。勝手に捕まえてくれた。やったぞ。ついに捕まえたぞ。なるほど、雪か。なるほどって言った。これはあれか、読んだわけじゃないのね。まあ納得してます。そっか、ついに名前呼んでくれたと思ってドキドキしたんけど、今。違いますな。どういうことですか。もし事件が起こった時雪が止んでいたというなら、あの証言には致命的な矛盾が生まれるんだ。なんすか。く、見せてもらおうか。なるほど。はい。あんたの腕、いや、人差し指でかな。はてな。え、なになに？ちょっと待って。信じたくないけど、どうやら間違いない。彼女は、迷いちゃんに罪を着せようとしている。なんか、どんどん話進んでってるんですけど、はい、いいよいいよ。置いてかれてるよね、俺たち今。裁判長みたいな感じだね。そう、うん。なぜ彼女がそんなことをするのか。答えは一つしか考えられないか。はい。はい。はい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 。あ、戻ってきて。戻ってきた。じゃあさっきの雪のどうのこうの？なんて言ったっけ？雪は止んでましたでしょ？次。違う。あ、ほら。これ。雪はもうすっかり止んでいました。はい。ここになんか突きつけるやん。しかもさっきの写真からして、この辺？違うよね。さっきの写真に関係ある話といえば何？え、わかった。これが、うん、いや、そんなことないな。病んでたもんね。病んでました。これや！あ、そっか。埋もれてたからちゃうか。埋もれたわ、これ。ちゃう？でも埋もれたって書いてねえな。
そうやな、確かに。でも、それしかない。やんでたけど、これ積もってんもんね。そうやん。ほんで、はい、この水晶が落ちる可能性がある時っていうのは、やっぱり、連れてってる時やから。そうですね。途中のおぼろ橋付近に、結婚だってついてんもん。結婚ついてんもん、ほんで。そうじゃない？よしよし、これ行きましょう。せーの、てぃあ、ちゃうわ。ちょっと待って、じゃあ。あれ違うん、これ。さっきのやつでまた変えられんのかな。シュプールじゃなくて、スノーモービル。いや、でも、あの感じやったら絶対合ってるやん。合ってます。じゃあ。そうそうそう。ええ別のもの。え、うんうん、あ、じゃあ気象、気象、気象だった。あー、まあ気象予報士行ってみよっか。うん。あ、左、戻って。戻る、オッケーオッケー。もう一個戻って。もう一個戻って。右下。これだ。じゃあ見ましょう。はい。どう？どうどうどう？あ、でも10時50分頃まで雪が降っていると。はい、で、事件は11時ぐらいに起きたんです、確か。事件ってか、死んだ時間が。あ、一緒ですね。大体一緒。大体一緒。うん。で、向こうで見られたのが11時ぐらいやね、でも。そうや、向こうで見られたのが11時ぐらいやろ？うん。何だっけ、境内。境内で発見されたのは11時ぐらい。のは11時ぐらいですね。ってことは雪降ってんちゃう、やっぱり。あ、そういうこと？準備とかいっぱいあるやん。ああ。七支刀とかいろいろせなあかんから。そういう細かい感じ。で、しかもスノーモービルで行っても20分ぐらいかかるんじゃなかったっけ？20分かかりますね。いやね、ってことはまだ降ってたよ。じゃあ予報、気象予報ですか？行ってみましょうか。なんか自信ないけど。ないです、自信ない。行きますよ。いやいや、うわー、違う。え？ということで、ほう、いろいろね、やったけども、さっぱりでした。そう、さっぱりかっぱり。さっぱりかっぱりなんで、私、はい、調べてまいりました。いつものごとくレイ君が調べてきました。調べてきました。私はわかんないです。さて、はい、答えいきましょうか。お願いします。ここね、証言増やしてん。はい、ここやと思うやん。あんだけね、盛り上がっててん。ここじゃない。ようやく尻尾をつかんだぞみたいなこと言っててん。うん、ここじゃないです。ここじゃないです。ここだと思うやろって言われたら、はい、ここじゃないって思うじゃないですか。今のでもここですね。ここにな、死体を引きずって渡りました。ここ証言増やす必要なかったんじゃないかっていう疑惑があるんですけど、あの時だってよしみたいな感じだもんね。ざまあ見ろみたいな感じになってるんだけど、ここにこれらしいんですよ。私全くよく分かってないんですけど、ここにこれです。さあ、なるほど、ここに答えを聞きましょうか。行きましょう。フェイ、落雷時間ってこと？事件が終わった時すでに雪が止んでいた。あ、雪止めたら、そっか、雷に変わるから。残念ですが、あやめさん、それはありません。ほう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 。え、答え合わせ、答え合わせ、答え合わせ。こいつは事件当夜の気象データです。雪が止んだのは記録によると午後10時50分頃。あ、はい、そっか、雪が止んだんで45分か、雷は。あ、そっか、この時間あなたが溺れ橋を渡れたはずがない。そうや、そうでした。どうしてですか。45分に雪が止む5分まで前、おぼろし落雷を受けて炎上していたからです。そうか、やっぱ誤差で時間きた。そうかなんです。いや、これね、ちょっと言い訳させてもらっていい？はい、最初からね、うん、それ系やと思ってたん俺はね。時間だなって言ってたね。事件と思ってたけど、うん、最後にあれですわ、証言付き食われて、うん、やっと尻尾を掴んだぞみたいなこと言ってて、言ってた、言ってた。だからあそこしかもう見えてなかったっていう言い訳。さあ次行きましょうか。まあいいんじゃない。吊り橋が燃えていた、まさか知らないわけではないでしょうな。その落雷によってあの橋は燃え落ちてしまったのですから。そんな、まさか、何知らんねん。じゃあで、どうやらまだあなたには分かってないようですね。どんなに上手に嘘をついたつもりでも弁護士の目を逃れることはできないんですよ。きゃー、なんで知らんねんな。言ってないから。 Be quiet。 事件が起こっただけすでに橋は燃えていた。そう、すでに奥の院は世界から切り離されていた。橋を渡って死体を運び出すことは不可能だったのです。虫が、虫が。証人は私の顔も3度までですぞ。
これ何回目偽りの証言には法廷侮辱罪が適用されます。はい、何か言うことはありますか。法廷侮辱しているのはむしろあんたの方ですよ。あんただよ。なあコーヒーなあじいさんよ。てん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 じいさんと、え、私ですか。この証人の証言が嘘か本当かちっぽけな問題さ。そうか、ちっぽけ。それより重要なことは真実だぜ。そうだろう。ほうほうほう、それはそうですが、雪が降ろうが雷が落ちようが橋が燃えようが絶対に動かせない事実が2つある。はい、天竜サイエンスの死体が葉桜院の境内で発見されていること。うんうんうん、そしてもう一つ、あの住職は目撃してるのさ。はい、この証人が死体に細工してるところをな。確かに、そうですわ、私嘘なんてついていません。なんですって、あの晩の私は普通ではありませんでした。記憶が少し混乱しているのです。意義あり、意義あり。あなたは証人としてそこに立っているのです。今さら混乱なんて。意義あり。嘘をつくのも人間だ、勘違いするのも人間だ。はい、それならなるほど、あんたにも説明できるのかい。な、何をですか。事件が起こった時すでにおぼろ橋は燃えていた。しかし死体は橋を渡り葉桜院の境内で発見された。うん、そのからくりを完璧に立証できるのかい。確かに、ぐー、それは確かに証言はどうあれ死体は炎上した橋を渡った。その方法が立証できなければ真相は見えない。そうやね、その通りですよ。続く唐突な続くですけども、マジで次って行きました。これね、面白いね、はいはいはい、法廷前編の2なんですよ、はい、どこっていうとこなんですけどもというわけで、はい、第2回法廷前編2参りましょう、はい、お願いします。法廷前編2行きましょう、はい、どうやら弁護人には説明できないようですね。できないよな。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。